リアグスチェーンにサンダーバード2号&90メーカー52号をね、作っていきたいと思いますが、今回ね、4号コンテナのですね、このコンテナのフロントパネルの方ね、この前の部分のこのパネルの方を作っていくという感じですね。はい。作っていきましょう。結構デコっていかなかったのかな、これ。いっぱいデコついてんな。おお、細かい部品いっぱいある。これはやりがいがたくさんありそうですね。まずですね、これをくっつけて、ペタッとくっつけるんですね、うん。例のごとく、例のように、ここの穴のところをね、こう、中心に、ベタベタと、温度を垂らしていきます。これ、ちょっとね、ここだけでくっつけるような感じなんで、かなり、つけとかないと、今までの経験上、このサンダーバードずっと作ってきて分かったが、かなりつけとかないと取れる。で、これでですね、くっつけます。はい、くっつきました。次はですね、次は F。 これが見ですね。ちっちゃいな、めっちゃちっちゃいな。F J デコレーション J デコレーション A って書いたやつ、J デコレーションを J デコレーションを作りました。で次ですね。次は K デコレーション。B って書いてます。B って書いてます。かなりね、ボンドはみ出てます。画面じゃわかんないですけど、かなりね、はみ出てね、テカってます。違う意味でテカってますね。で、次は、この銀色の丸っこいね。だんだん4番コンテナに入ってきましたね。見えてない、大体な、この指の感覚でね、こうやってね、入れてんの。見えてないから。ダメだね。年は取りたくねえな。ですね。お腹いぽっちりかな。ピンセットで挟んだら、絶対どっか飛んでいっちゃうもんね。うん、こうやってね、作ってた、ユンユさんがさ、知ってるかな、ユンユさんの、
動画。ユンユンさんがね、こうやってね、一生懸命こう可愛いの作ってる、なんか、わかるわ、こう、デコって言ったら可愛いっていうか、もうデコって言ったらママかっこよくなってくるんじゃん、これ。うん。こうやって一個一個ね。まあ自分で選んでるわけじゃないんだけど、これは設計通りやってるんだけど。うん。リコさん、いい、いいパーツ、これか、細か、色変えただけでだいぶね違うんでね、まあ、大事な部品なんでしょうけど。どうした？なぜくっつかないんだ？待ってちょ。入った。ずれた。ごめんなさい。ずれちゃったね。なんかね。ごめんなさい。カメラに当たった。デコレーションね。次は。こっちにつけようか。よし。で、次は。これだね。だねー、分かんないな、本当に何が何だか。そうだね、大変だ本当にね。ここでこうだね。デコっていくとかっこいいよね。細かい精度のいいこの金型すごいよね、日本のこの技術。すごいよね、本当に。まあ、作り手の私がちょっと痛いんですけど。痛いですよね。
ライブ痛い。もうめっちゃボンドはみ出してる。細かいパーツがね、万が一取れたらもうね、なくしちゃってなくなっちゃうんで、それならこっちの方がいいかなっていう方向性でやってるんでね。もうすぐデコリ終わります。デコリ終わります。めっちゃはみ出た。でも進めていく。めっちゃはみ出た。めっちゃはみ出た。で次はこの裏ですね。デコったやつをつけて、あ、今回伸びがないんで、ちょっと慎重にね、いきたいと思います。伸びがないのは緊張します。これ入れていくんだね。入れていって、ここで閉じるんだけど、発射の方向が決まってるのかな？入ってきました。ね、ここをこうパチンと止まるような感じで、こうやってなできました。どうだったでしょうか。いや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 、思ったより時間かかったということで、お疲れ様でした。完成、あ、完成じゃない。これ、ここ接着だわ。接着だ。接着です。はい、完成しました。てってー。こんな感じです。はい、それでは皆さんごきげんよう。